こんばんは。鼻水が止まんない。よいしょ。なんか誕生日仕様になってる。喉乾いた。喉乾いたって言って飲む飲み物じゃないけど、ちょっと飲ませて。こんばんは。間に合ってよかった。額は寒くないです。喉乾いてました。この服はもともとこの間のお話し会に着ようとしてて、いつだったっけ、肩出しの日にこの服にするか迷ってて、結局肩出しの方にしたんだけど、今日はまあ別にそんな用事はなかったけど、なんかこの服が着たくなって来てます。かわいい。結構届いたばっかり。こんばんは。今日サイアンの誕生日ですね。誕生日は続きますね。ちょっと珍しく早い時間帯からやりました。なんか最近もうずっと夜が多かったから、夜遅くが多かったから、たまには夕方にしてもありかなと思って18時にしました。これちょっと全身で見てほしい。またどっかお出かけした時に着ていく。その時に結構なんか大人っぽいけど、なんかシックな感じで可愛いので、その時にまた見てください。
うまい。あー喉が潤ったあー今日はうん、ちょっとだけ外出たけど仕事じゃなかったからお化粧してない。ああ最近またさトマトジュースにハマってて、トマトジュース美味しい。トマチューイベントしてるんですか今。今日の17時から、あーリスのイベントか。3期生が、3期生が結構参加してるのかな。こんばんは。キリカ、あ、イキリカとかも、へえ。前髪下げとこ。それかわいいでしょ。イベント多いね、ほんとね。感想すごい。今日ねドゥームズデイのイベントのお礼の画像を作ってた。
ょっと後半は明日にします。明日かこの後作ります。スライリーは焼き腹にはなりません。ギリ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 。何の映画見てたかは内緒。内緒だよ、内緒だよ。外国映画です。そうです。目がシパシパする。ひまたぎ配信何しよっかな。ひまたぎ配信はケーキ、ケーキでも夜だしな。次の日12月7日にケーキ食べそうだから何がいいかな。なんかでもなんかしたいね。何にしよっかな。6日の夜肉まんにろうそくを立てる、面白いね。どうしようかな、何も思いつかないな。クラッカー、クラッカー用意しようかな。クラッカーで26個分クラッカーやばいか、それはやばいな。でもね、配信でクラッカーを1個パーンってやるのが夢だったん、夢っていうかやってみたいことだったんですよ。やってもいいならやろうかな。許可取るけど。
26連発はしませんよ大きいの一つボーンあーってそれか大きいのあれだったらちっちゃいやつあこんぐらいのやつこんぐらいのやつパンってやるそれぐらいだったら大丈夫でしょう。でも7日の誕生日の日が生誕祭公演があるんでなんかそんな食べる系はやめとこうかなと思って調子崩しちゃいそう夜中に食べたらその日またぎした時に公園がなかったらなんか食べたけどちょっと公園があるからやめとく生誕祭終わったら食べるいっぱい。そうします。普段は夜中には食べない。最近は食べないようにしてる。お誕生日おめでとう。まだです。まだ誕生日じゃない。ケーキをドロドロにして飲む？同じケーキだよ。誕生日は今日が4日だから3日後です。こんばんは。そう、7日が誕生日です。でもさ、飲むティラミスとかあるよね。飲むショートケーキとかなかったっけ？あった気がする。ないだっけ？飲むモンブラン、飲むティラミスあった気がする。広島にあった気がする。私ね、クリスマスマーケットに行きたいんですよ。クリスマスマーケットって調べたら東京、神奈川、神戸、福岡、大阪は出てくるんだけど、広島で調べたらなんかなくて、あるようでなくて、あるけどなんかバザーみたいな感じだったから、これはクリスマスマーケットなのかなと思って。私行きたいのは天王寺か、あとは、六甲山
神戸か大阪のクリスマスマーケット天王寺にどっちかに行きたいなーって思ってる。赤レンガは有名じゃないですか。だからちょっと人多そうだから ちょっと人が分散してるところがいい。でもまあ大阪は多いか。やっぱ神戸かな。神戸のクリスマスマーケット行きたい。それでスノードームとあとあれ買いたい。ホットココアみたいな、なんか上にさもりもりってなってるやつこんばんは。ホットチョコレートとかこう森の音ミュージアム12月24日から25日、あお25日まで。まあそりゃそうか。ハーブ園？楽しそう。ハーブ園。行きたいな。よし、これ飲んでみたいんだよね。これこれ、こういうやつ。これなんだろう。これ何？ワインか。ワインですかね、これ。ホットワインとか。これ飲んでみたい。いいな。楽しそう。楽しそう。写真見てたらめっちゃ楽しそう。めちゃくちゃ寒い。寒いよね。やっぱ上だもんね。山の上だもんね。標高約400メートルの湖上の空間にクリスマスマーケットが登場。本場ドイツのクリスマスオーナメントやアドベントカレンダー、くるみ割り人形、煙出し人形とかあるんですね。グリューワインやホットチョコレート、あ、そう、ホットチョコレートとかね、飲みたいなって思う。いいね。
これちょっと行きたいな。来週ノリで行こうかな。ノリで行こうかな。行けたら。ブラインソーセージ。でもドイツのクリスマスマーケットに行きたい本当は。ホットチョコレート黒い森。チキンプレート。うん、そう。なんか、かわいい。フォトスポットがかわいい。てか、めっちゃ綺麗やろうな。楽しそうなんだけど。めっちゃ行きたい。クリスマスガーデン超寒いやろうけどめっちゃ行きたい。友達と行ったことあるな。クリスマスマーケットじゃなくてこのハーブ園です。なんか時間がバスの時間が全然なくて、あの間隔がめっちゃ広くて、でなんかめっちゃ待った思い出がある。一人では行けないからお母さんとかと行こうかな。でもなんかお仕事がレッスンとかが入るかもしれないからまだわかんない。めっちゃ褒められる服、これほんとかわいい。この服着ていこうかな。この服ちょっとクリスマスっぽくない？なんかし無理。そのなんか着ていった時に撮れたら撮る。今は無理。お誕生日おめでとう。まだだよ。お誕生日はあと3日なんだよ。なんか早く誕生日来てほしい。いっそのことこの3日間ああもうすぐ誕生日か、もうすぐ誕生日かがずっと続くから。まだなんですよね。そうだね、今25歳1個下のメンバーと今だけ
今だけ同い年ですね。南さんとサーヤンと今だけ同い年なんかでもそう考えたらさ、あれじゃない、3月の末の方で生まれた人とさ、4月の頭に生まれた人ってさ、もうほぼ差がないよね。4月1日生まれと4月2日生まれ、そう違うよね。なんかさ、私好きな YouTuber さんが4月の1日生まれかな、ちょっと待って調べてみる。なんかね、生まれた年は一緒なんですけど、学年が違ったんだよね。4月1日生まれや。97年4月1日なんですけど、同い年になるんですよ。でも学年違うんだよね。変な感じする。しかもなんか韓国ってさ、全然関係ないけど、あの韓国ってなんか生まれた0歳から数えるらしいから、だから私1個韓国に行ったら年を取るんですよね。韓国に行ったら私は次27歳になる。数え年。そうそうそう、それそれ。昔もあったんだ。へえ、日本もあったんだ。逆に韓国の人が日本に来たら1歳若返るからお得ですよね。数え年方式めっちゃやだ。嫌じゃない？え、お得じゃない？なんか韓国の人がこっち来たら、あ、一歳若返ったみたいな気分になるじゃん。私もうすぐで26歳になるんだ。変な感じ。Oh my god。30歳の人は20代の気持ちを取り戻せる。確かに。
ふう。外寒かった、なんかあったかすぎて眠い。年を重ねることは素晴らしいこと、それはそうだね。私40歳とかになったらどう過ごしてるのかが想像つかん。でも26歳の自分も想像つかんかったけん、いつの間にか40歳になって、なんか年取ってるのかな。人生って前半に詰まりすぎて、100歳まで生きないとしても、まあ、大体80、90手前ぐらいまで生きるって考えたら、長いな。ほとんどもうあれですね、30年ぐらいおばあちゃんですね。60代70代80代30年間おばあちゃん、おばあちゃんで生きないと。人生楽しもう。ってことは40、50とかも全然若いね。でも60歳の人もなんか全然年いってる感じしないけどね。なんだろう、おばあちゃんって感じはしない。おばあちゃんって感じるのは80、70歳、80歳とかかな。60歳はマダム、こんばんは。突然三つ編みをしだす。ここが見えてしまう、ここがハゲてしまうここハゲる。三つ編み難しくないよ。難しくないけど編み込みはできない、ハゲちゃう。私自分で編み込みできない。なんか普通の三つ編みと編み込みの違いって、普通の三つ編みだったらこう表面上でこうするだけ、よいしょよいしょ、普通にこの束が三つ編みになっていくだけなんだけど、この一本が、この一本が三つ編みになるだけ。でも編み込みはこの束をこの今この垂れてる髪の毛、残ってる垂れてる残ってる髪の毛と一緒に巻き込んでこうやって編んでいくから、またそれがちょっと難しいんですよね。
私編み込み自分でできたことがない。できる人すごいと思う。昔みんな男の人は髪の毛短いからする機会ないよね。こんばんは。尼崎のリリーベありがとうございました。自分でできるヘアアレンジ、なんだろう、あでも私ここをねじってこうねじってこう止めるみたいなやつは簡単だからよくやりますね。こうするめっちゃ簡単。なんか止めてるだけだけどピンで。じゃあ今日は、19時までやりたいと思います。19時までやって洗濯物を取り込むの忘れてたので洗濯物を取り込みます。はーい、私はモデルイベント出ません。なんか連絡来てたのは知ってたんだけど、いつから始まるとかは全く知らなかった。私これまで1ヶ月間ルームズデーのイベントやってたから、ちょっとショールームのイベントに出るのは皆さんに負担をかけるからやめときました。生誕祭に集中できる、本当に本当にそう。あー、みちさん舞台、そっか、葵さんとか見に行かれてましたね。大木さんとかそらはさんとか、こんばんは、こんばんは。やばい、眠気が止まらない。なんでこんな最近眠いんやろ。私も見に行きたかったな。眠眠にゃんこ
そういえばそんなに寝てないかも。よく考えたら、よく考えたら今の睡眠時間3時間とかかもしれん。昨日の睡眠時間めっちゃ短かったと思う。睡眠不足だ普通に。しっかり寝ないと。でもね、なんか最近そんな早く寝れなくて、別に悩んでるとかじゃないんだけど、なんか寝れないんですよね。これといって悩みもないのに。わけこじ。生誕祭の髪型の迷うな。おでこは出さない。みんなおでこ出しそうだなって思ったでしょ。出さない。おでこは生誕祭ではカーテンで隠しとく。今候補にあるのがハーフツインかポニーテールか、それかまとめ髪、これのどれかですね。おでこは今見といて。ハーフアップ、ハーフアップはちょっと予定になかったな。とても素敵です。本当ですか。トマトジュース飲んだからめっちゃお腹がぐるぐる言う。ボブ、髪の毛を切ろうと。でも明日美容室行くんですよね。そんな切らないけど、拳1個分拳1個分切ってもいいかな。ちょっと長すぎるかも、あまりにも。今伸ばしすぎた。その拳1個分美容室です言ってしまったらどうしよう。拳1個分って言って、あ、拳ですか、なるほどって言って。戦力何センチってとか言った方がいいよね絶対。
まとめ髪はなんかこの間やったんですよ。写真を見せてあげますわ。あげますわん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 。まとめ髪はこういうやつです。まとめてる髪の毛を。で、文字通りまとめてる確かにポニーテールもまとめ髪といえばまとめ髪なんだけど、ポニーテールは後ろに垂れ流す後ろに垂れ流すやつです。後ろに毛があるんですよ。なんかこんな感じです。こうここに毛があるかないかですね。後ろの毛があるかないか。毛があるかないかの違いです。また女神とポニーテール なんて言ったらいい。だってちょっと毛が毛を垂れ流してるか垂れ流すポニーテールの説明難しい。改めてポニーテール説明。髪を後頭部に高く束ね、ポニーの尻尾のように垂らすもの。ほらやっぱ垂らすでいい。垂らすで合ってるよ。垂れ流すっていうのが良くないのかな。垂れ流す、まあ、別にそんな髪の毛汚いものじゃないし。まとめ髪の説明。髪を結んだ後、ゴムの部分を2つに分け穴を作り、その穴に毛束をくるりパッと通し、最後にゴムをギュッと上に押し上げれば完成だって。だからポニーテールはこうですよ。こうですよ。後ろにあるんですよ、ポニーの尻尾みたいなのが。でまとめ髪っていうのがこのポニーの尻尾がなくて、こうやってまとめられてるんですよ。こういう風に。これなんですよ。ハーフツインはこういうやつです。でもハーフツインはちょっと子供っぽくなるからな。これは第三希望かな。それかハーフアップ。でハーフアップもありだなって思って、ハーフアップも考えてる。悩ましい。どれかにしよう。今はハーフアップ、ハーフツイン、ポニーテールまとめ髪。もうこれちょっと当日のお楽しみです。3日間私は考えに考えます。今年の誕生日は何の髪型にしよう、今年の誕生日は何にしようってずっと考えときます。てか手紙も書かないと。多分その場でアドリブになるとめっちゃ長く喋っちゃうから
手紙である程度まとめておきたい。てか普通にちょっとフルが久しぶりっていうのもあるので、それをね、復習もしないといけませんね。こんばんは。まだチケット受付中です。一般販売してます。12月7日、私の生誕祭があるので、ぜひ来てください。広島県のクラブクアトロという会場です。お願いします。では、そろそろ時間なので終わりたいと思います。ランキング読むねー。13位キヨさん、12位カワさん、11位ショウちゃん、10位ハルキングさん、9位ヘルヤンさん、8位ブンちゃん、7位ソリオさん、6位ウリンちゃん、5位ヒゲメガネさん、4位クジマサさん、3位ウミガメさん、2位ジャボテンさん、1位はチバニャンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとよく寝ます。なんか眠くて言葉が出てこなかった。言葉が出てこないです。ちゃんと寝ないと。お誕生日おめでとう。ありがとう。3日後です、私の誕生日は。今日誕生日なのはサーヤンです。で、私のさらにまた3日後にユナユナかな。で、その2日後になっちゃん。やばいね、本当に誕生日ラッシュ。改めてやばい。改めて考えると多すぎ。12月、みんなおめでとう。まとめておめでとうですね。でも3期生の子たちも多いんだって。12月かラッシュラッシュですね。じゃあまた会いましょう。配信見てくれてありがとうございました。バイバーイ。